はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます、もんじです。いやー、最近寒いですな。私もね、恥ずかしながら風邪をひいてしまいましてですね、こんな声になってしまったわけですけども、よくね、声をね、無理にしてるような人たちがね、風邪をひいてる時に、そのなんかいつもと違う声のギャップとかでね、燃えさせるみたいな、なんかそういう動画がありますけども、私はね、ありの姿をね、ありのままのね、この症状をお伝えしたいなと。決してね、風邪をひいたからといって、いつもよりね、ハスキーボイスになったからといって別にイケボになるわけじゃないんだよっていうことをね、私証明したいと思いまして、今こういうね、動画を出してるわけではありますけども、いやね、本来の人は風邪をひいたらこういう子になるもんですよ。ねえ、あんなね、イケてるボイスにはならないんですよ、皆さん。大体ね、ああいう人たちはね、もう元の声がかっこいいですから、風邪をひいたところでイケボには変わらないっていうのはだけですよ。わかりますか？本来こういう声が風邪をひいた時の声です。しか、決してね、無理を出してね、無理をしてこういう声を出してるわけじゃありませんよ。はい。こういう声になってしまうんですよ。これが人間の差がなんですよ。風には逆らわないんですよ。もう本当に辛いですよ。こういう時はね、決して、決してね、喋らない方が、決してね、喋らない方がね、いいと思うんですよ。本当はね。本当は喉を安静にした方がね、いいと思うんですけどね、本当はこういう子になるんだよっていうことをね、私はね、伝えたくて喋ってる次第でございます。っていうのは建前で、本当はチヤホヤされたい、チヤホヤされたい、いつもとね、違うハスキーな声を皆さんに聞かせて、生き物だねって、かっこいいねって、もう熟風邪ひいてる時でもかっこいいねって言われたい。だけどダメだよな、こんな声じゃダメだろうな。どうせ誰も言ってくれねえんだろうな。俺風邪ひいた時はひどくハスキーになりすぎちゃうところあるからな。仕方ないよな。いいな、風邪ひいてハスキーになってイケボになる。イケボになる人は羨ま、うらうわ、もうふざけんな、羨ましい。